皆さんこんにちは。今日はグレイルの購入品を紹介していきたいと思います。グレイルね、もうめちゃくちゃ久しぶりに買いました。もうね、本当に何年ぶりだろう、2年ぶりぐらいかなもっとかな。だいぶ前に1回動画にしてるんですけど、それ以来なので2回目ですね。本当に久しぶりに買いました。で、今回は30代が選ぶモノトーンコーデを1万円で購入してみました。ちょっとね、今回はテーマを決めて、選んでみたんですけど、大人っぽくも可愛くも着れるような感じのものを選んでみました。はい、こちらです。もう黒いでしょ。なんか多分今年のトレンドは結構カラフルが多いと思うんですけど、今回ね、モノトーンなものを選んでみました。今回ね、1万円って言ったんですけど、全部で1万700円ですね。で、6点購入しました。結構買えてますよね。では、まずはこれから行こうかな。じゃじゃん、こちらです。もう早速可愛らしい感じなんですけど、デイジー柄のニットです。なんかちょっと小さいかな一応 M サイズって書いてありますね。なんかこれだったらブラックだし可愛いけど大人っぽくも着れるかなと思って、ちょっとこれはね挑戦してみましたでは着てみたいと思います。で、今ね着ているのが私のオリジナルパーカーですまた着ております。こちらはね、オートミールっていうカラーですね。ベージュっぽいような感じにブラウンの文字が入ってます。とってもお気に入りですはい、着てみるとこんな感じです。すごいな、お鼻がすごい主張してるなんか思ってた感じとちょっと違うんですけど、白いお鼻がねかなり主張してますね。で、M サイズなんですけど、少しゆるっと感はあるけど普通サイズっていう感じですかね。まあ大きすぎずちっちゃすぎずって感じかな。で、これは今回買った中で一番高かったですね。2599円。そう、でもね、しっかりしてるの、生地が分厚めだから結構あったかいと思います。で、 M サイズだけど、まあ、少しゆとりがあるというか丸いような形ですね。大丈夫かなこれ私着てもちょっとね思ってた感じと違うので、これすごく悩むんですがちょっと可愛らしい感じも出したいっていう時に着ようかな。なんかこれの下にちょっと長めの T シャツとかを着てシャツ出したりとかしたら着れるかな。なんかカジュアルっぽく、あと髪の毛下ろすっていうか、どうだろうこれすごい1個目から不安なんだけど、これはねちょっと挑戦みたいな感じで買ったけど大丈夫かな。まあ、こういうねお花柄が好きな方とか、こういうデザインのものが好きな方にはすごくいいのかなって思います。では次、こちらです。じゃじゃーん、こちらはシャツワンピースになります。こんな感じ。これもね大丈夫かなって思いながら買ったんですけど、しっかりねゴムが入ってウエストマークしてあるシャツワンピースですね。あ、でもなんかねちょっと見慣れてきたよ私はなんとなくいけそうな気もする。他のものを大人っぽくしたらいけそうな気もする。ちょっと派手だけど、ちょっとまたいろいろ考えますではこちらを着てみるとこんな感じです。はい、着てみました。ウエストマークがかなりキュッとしていてスタイルがよく見えるような感じですね。で、ワンピースなんですけど結構短めかなと思います。前はね膝の上ぐらいまであるので、これ1枚だとちょっと私は履かないかなっていう感じ。すごい短めで、後ろはちょっと長めになってるのかな。ウエストマークのところがすごいしっかりゴムなんですよ。だからめっちゃキュッとなるので足長効果があると思います。で、そのウエストマークになってるところから袖が出てるような感じですね。かなり丸みがあります。はい、これもねちょっと可愛らしさがありますよね。私も今届いてちょっと可愛らしすぎたかなって思ったんですけど、これだけで着るっていうつもりはなくて、ベストとかニットとかと一緒に合わせてこうワンピースっぽく着たいなと思って購入してみました。これだけではねちょっと可愛らしすぎるかな。実物見てねよりそう思いましたなのでウエストマークとかはそんなに見えなくなっちゃうかもしれないけど、ベストとはね相性がいいんじゃないかなって思います。では次、こちらです。はい、こちらのニットを買ってみました。クラッシュしてあるというか、なんて言うんだろう、こういう加工がしてありますね。ちょっと崩れてるような。で、ブラックを選びました。はい、着てみました。こんな感じです。
結構ね短めのトップスですね。だけど袖はかなりゆとりがあります。ちょっと長めですかね。今は下にね何も着てないんですけど、 T シャツとかをね出して着ても可愛いかなと思います。めっちゃ可愛い。これすごいいい感じです。私の大好きな感じで、意外と首元は詰まってるような気がしました。こうあんまりね伸びないんですよ。だから髪の毛をこう結んでからは着ない方がいいなっていう感じですね。こっちはちょっと伸びるような感じはするんですけどね、首周りはあんまり伸びないかな。トップスが短めだとこういろんなボトムスに合わせやすいからいいですよね。これすごく大人っぽくしてくれそうでよかったそしたら次はこちら、唯一のボトムスですね。じゃじゃーん、こんな感じのパンツを買ってみました。私ね全然持ってないんですよこういうの。これも挑戦してみました。はい、こんな感じです。これ思っていたより細身のパンツでしたね。少しゆとりもあるのかなと思ったんですけど、しっかり細身で下がね広がってるような感じですね。で、今トップスはこういうのを着てお腹周りを隠してるんですけど、これねすっごいぴったりだから、これ1枚で履くとちょっと恥ずかしい感じになるんですよね。お尻はこんな感じでぴったりなんですよ。で、前もそういう感じなので、こういう大きめのトップスでちょっと隠れるような感じで着るとすごい可愛いなって思います。こういう感じだったらねすごい履きやすいですね。私がちょっとS サイズにしてしまったっていうのもあると思うんですけど、結構細身な感じでした。なので私はこういうトップスと一緒に着ようかなと思いました。でもこういうのね1個あるとすごいおしゃれになるからいいですよね。で、次はこちら。これが一番気になってました。ちょっとこれも可愛らしいかなと思うんですけど、こういう袖がね絶対可愛いので気になって買ってみました。で、これにはベルトもねついてるみたいです。はい、こんな感じのワンピースになってます。両サイドに深めのスリットが入っているような感じですね。で、丈も長すぎないで足首が出るような感じですね。ベルトはね特に位置とか関係なくて、本当に腰に巻くような感じなのですごくつけるの簡単です。これもドッキングされていてくっついているので、これ1枚着ればこのスタイルになります。着てみると意外と大人っぽくも着れそうですね。なんかベルトがあった方が大人っぽくなるような感じです。で、袖はテロテロの素材ですね。で、ここのゴムはすごくしっかりしてます。で、私の腕だと手首よりちょっと上っていう感じなので、この袖でちょうどいいような感じです。キュッとなってるのが手首にくるわけではないかな。で、意外と首元は詰まってます。で、肩が下の方なのですごくスタイルもよく見えますね。もう1枚で完成するっていうのがすごい楽でいいですよねで、ニットのところは、まあ、しっかりはしてるんですけど、こうよーく見ると透けてるようなというか網目が見えたりするので、中にはねちゃんと下着が見えないように着た方がいいなとは思います。そして最後はこちら、ちっちゃめのカバンを買ってみました。これね絶対便利なんですよ。こういう風にミニバッグとしても持てるんですけど、ショルダータイプにもなります。で、中身はこんな感じですね。ちょっと見えにくいとは思うんですけど、ポケットとかはなくてそのまま入れるような感じです。で、ここがね磁石になってます。なんかこういうちっちゃいカバンだとこう磁石とかもうチャックもないようなものもあると思うんですけど、そういうのだとちょっと心配になっちゃうので、物が落ちたりとかしないかなって不安になっちゃうので、こういうのは嬉しいですね。で、ショルダーの紐をつけてみると、はい、こういう感じになります。紐の方がこっちの取っ手のところよりも細くてちょっと弱そうな感じになりますまあでもね、そんなに重いものを入れるわけじゃないと思うのでいい感じですね。はい、かけてみるとこんな感じです。長さもねちょうどよくって、腰とかお尻あたりにくるような感じかな。で、軽くてね本当に小さめです。ちょっとそこら辺行くように買ってみました。すごい可愛いですよね。この洋服ともなんかすごい相性がいいです。どれぐらい入るかやってみたいと思います。2つ折りのお財布、こんな感じと携帯、こんな感じで少し上にゆとりがあるような感じなので、ここにエコバッグを小さくして入れてみます。大きめの袋ですね、こんな感じ。
まあ、ただ普通にやると閉まらないので、ちょっと磁石のところをこっちに寄せて閉めると閉まりました。ちょっとパンパンな感じはするんですけど、これぐらい入ればスーパー行くのもね、コンビニ行くのも十分かなって思います。もう本当に必要最低限っていう感じ。主婦の方にはすごいいいかなって思いましたすごいちょうどいいサイズで、私はブラックを選んでるので、いろんなスタイルにも合わせやすいかなと思います。はい、ということでグレイルの購入品を紹介してみました。今回モノトーンを意識して1万円で購入してみました。ちょっとね、届いてみたら大丈夫かなっていうものもあったんですけど、これからうまくコーディネートに取り入れていきたいなと思います。本当に久しぶりのお買い物だったんですけど、生地もね悪いものではなかったので、意外と長く使えるというか、安っぽく見えるようなものはなかったかなと思いました。かなりお安いので、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。で、今日使ってるリップがこちらです。エスプリークのシフォンマットルージュパリジェンヌホリデー R レッド412番。はい、中身はこんな感じですね。レッド系なんですけど、ピンク味もあるような落ち着いたカラーですね。はい、塗るとこんな感じです。なんかね、レッドすぎなくてすごい可愛いんですよね。ちょっとピンクベージュっぽさもあるのかな。色がきつくないので、すごく普段使いしやすくて可愛いなって思いました。乾燥する感じはないんですけど、しっかりフィットしてくれて、今の時期すごい使いやすいなって思いました。これとってもおすすめです。で、今日ねアイシャドウも新しいのを使ってます。はい、こんな感じのピンク系のメイクをしてます。ちょっと前にね紹介していたアクセールのホリデーコレクションのアイシャドウを使ってます。こんな感じのピンクブラウン系のパレットですね。細かいラメとかパールがいっぱい入ってて、すごいキラキラで可愛いんですよ。だけど激しくならないので、すごい落ち着いたメイクができますね。これもすごくおすすめです。はい、ということで今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。